サブカルがメインカルチャーになる広い目に今日も知識で武装するうんちく無害なナレッジアーマードでございます。本日はクルリのザ・ピアーというアルバムをクルメシと一緒にお話ししたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クルリの、ザ・ピアーというアルバムは2014年の9月17日、まさに、7年ぐらい前ですね。ちょうどこの時期ですね。ということで、前作のウルツボのボルツから2年ぶりですね。ちょうど2年ぐらいのオリジナルアルバムということで、第7回 CD ショップ大賞入賞作品ということで、それが7なのかよくわかりませんけども。これはあれなんだよね。このジャケットの絵っていうのは、このファンファンが、iPhone で適当に撮った写真がジャケットになってるっていうね、逸話がありますよね。日本海ですか、これはね、これはね、京都の北部の、小松浜っていうところらしいんでね。宮津市っていう、京都の中の市があって、京都府の中の。これ天の橋立の近くなんだけど、そう。で、岸田茂さんのプライベートスタジオがこの辺にあって、で、ちょっと休憩って感じで、この桟橋にみんなで行って休憩して散歩しているところをファンファンが撮ったのが、これええやんってなってっていうことで、まあ、どうなのか、まあ日本海なんだろうね。日本海っちゃ日本海なんだろうね、きっとね。天の橋立の近くの。そう。湾になっててっていう。そう、京都の北部って言ったらもう日本海側だもんね。という感じらしいんですが。なんで、まぁ、ちょっとやっぱ日本海っぽいっていうか、まぁ、ちょっとこの絵も調整入ってるんで、まぁ、ちょっと寒々しくなってんだよね、わざとね、きっとね。まぁ、いい港なんでしょうね。そうらしいね。なんかちょっと海水浴場もあって、なんかやっぱいいところらしいんだよね。いいとこで、曲作ってますね、岸田さんね。いいとこ持ってます。いやね、もうこの人あれなんだよね、その、ルツボのボルツ以降、もう京都に住んで、京都で買ってね、拠点にまた戻ったんだよね。拠点が向こうになってます。そう、で、なんかその、なんだっけ、前メトロックに一緒に行った時に、なんか指怪我してた時あったでしょ。ああ、ありましたね。そう。で、指怪我してて、なんかもうなんかギター弾けないから、ちょっとキーボードぐらい弾いてみようみたいな、なんか、そんな、あったよね。あ、逆にプレミアムな感じのライブだったんだけど、その時にわし5万家賃5万7千のアパート住んどんねんって言ってたんだよね、 MC で。ああだからただのアパートなんだよね、きっとね、スタジオとか行ってるけどでも本当なんて質素なね暮らしをしとるんだなって思ったね、この時ね。まあまあこの時はまだ再婚してないというか、まあお一人だったらしいので、今はもうね、お子さんもいらっしゃってっていう感じらしいんですが、ということで、アルバムの内容の話になっていきますが、まああれですよね、世界の、まあ、音楽の博覧会、音楽博覧会的な、万博みたいなイメージでね、なんかいろんな国籍の音楽を集めたみたいなイメージだね。そう、タイトルがピアーっていうことで、桟橋なんで、海をイメージするというか、そう、だからこっから世界に旅立つぞと。これ本当世界の感じ、船出をするぞっていうようなちょっとイメージが湧きますね。で、このまあウィキペディアにも書いてあるんですが、アビーチの1枚目のアルバムを聴いて盛り上がって作ったって言ってるんですが、このアビーチっていうのは EDM の巨匠なんですよね。エレクトロニックダンスミュージックの巨匠で、アビーチは。で、惜しくも、ここ数年前に、アビーチは亡くなってるんですよ。もう若かったんだよ。すごい若かったんだけど、亡くなっておりまして。で、その、なんかあれです。それなんでちょっとエレクトロ具合が影響を受けてるっていうので、まあ1曲目、2曲目あたりが、ちょっとエレクトロ。まあちょっと、テンポは遅いけど、ちょっとシンセサイザーとか打ち込みを、まあ、使ってやってるっていう、まあ、ことなんだろうね、きっとね。2曲目とかテンポ遅い。そう、日本海とかそうですね。なんでね。まあ、で、まあ、リバティ&グラビティっていうのは、ま、ちょっと、このアルバムの中の核をなす曲なんだけど、このリバティ&グラビティの、PV が、まさに、万国博覧会のような感じになってるじゃない。
ね。ああ、そうですね。ね。いろんななんか国のなんかあれが出てきて、いろいろ目まぐるしく展開が変わるし、なんかもう本当まさに曲の展開も PV ももう本当にまさに万博みたいな感じっていうので、まあこのアルバムの色を表してんじゃないかなって気はします、ね。という感じで、まあ、全体のイメージとしては久留米市はどんな感じだったんですかね。これはやっぱ面白いです、いろいろと世界を連想させる、うん、そうそうそう、バリエーションの豊富さとテーマとしての海というか、そうこれね、海なんだよね、海の、あ、海のアルバムなんだよこれね。海のアルバム、そう、しかもね、なんかビーチとかなんかそういうなんかね、浮かれたビーチじゃなくて、そうなんですね。ね、生命の誕生。そう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 。そうなんですよ。そういうところが受けて取れるという、でもその辺がちょっとヒリヒリするところがやっぱさすがね、クルリだなっていう感じしますよね。そうですね。ね、海のアルバムって、うん、こっちの海感。そう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 、だからあのそういった側面で海を打ち出してる人ってあんまりいないんだと思うんだよね。そうそう、大体海っつったらなんかもうビーチだとかなんかリゾートだとかそういったイメージの曲ばっかり作るのだろうけど、まあそうはいかんぞっていうところのね感じですね。ということでですね、全曲レビューやっちゃいますか。ね、ということで始まりました。1曲目がですね2034っていう曲なんですよね。2034、うん、これは西暦2034のこと言ってんのかね、わかんないけど、まあちょっと未来感を演出してんのかっていうところなんです。未来の音楽っていう感じは確かに、まあそう、打ち込み、全編打ち込みなんだけど、あのピチカートのてんちゃんてんっていうのが始まるでしょ。でまああれなんですよね、このあのまあ通して聞くと、あのファミコンのオープニングの曲なんですよね。ああ、ハープとかが目まぐるしくこうね、鳴らされていたりとかっていうのは、これは普通の奏法では無理なことなんで、いかにももうこれもう打ち込みですって言っているのが、まあ、もうありありとわかるっていうんで、ちょっと人間の技術では弾けないっていうのがもうすぐわかるっていうので、まあファミコンっぽいっていうので、まああれなんですよね、岸田茂さんはあのドラゴンクエスト大好きでして、そうですね、そう、あの杉山浩一さんのことを神と崇めているので、杉山浩一さんからの影響がめちゃくちゃあるなっていうこの曲から感じられますね。そういう影響なんですね。そうそうそう、であれなんだよね、やっぱそのまあこれのだいぶ前なんだけど、このね、ワルツを踊れってアルバムが結構このオーケストラというかクラシックに特化したアルバムだったんで、まあそれ以来結構ね、この人、岸田さんはあのオーケストラとかアカデミックな側面にこじらせてんですよね。なんでほらこの辺りからあのなんかね、あのね、公共曲作ったりしたでしょ。そうですね、まあちょっとね、僕は何が良かったのか全然分かんなかったんですけど、まあ買いましたけどね、買ったんすけど、ちょっと分かんなくて2回か3回しかぐらいしか聞いてないですね。まあ覚えられて、あのキャッチーじゃないんでね、分かんないんですよね。まあでも10年ぐらい経ったらさ、うん、まあまあでもまあ結局このあの打ち込みで結局作ってるんで、あのやっぱりその楽団家の楽団っていうか、そのね、ね、公共楽団からのやっぱ指摘があって、これはちょっと普通人間の指では弾けませんって言われたりとかして直したりとか、やっぱ新しくて、そう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 、もうそういったので調整していって、ようやくこぎつけたっていうのが、まあ、あの岸田さんの、オーケストラのアルバムっていうので、まあ結構この辺からちょっとアカデミックな側面に寄っていくんですよね。で、あの京都の聖華大の芸術系の大学の、まあ特任准教授みたいなところにも就任したりとかしてっていう流れなんですよね。うん、そうですね。まあだからあのファミコンのオープニング、まああれですね、やっぱ本当杉山浩一さんリスペクトの曲だと思いますね、こういうのね。確かに。うん。という感じでしたね。2034久留米市はこんな感じ、どんな感じ、こんな感じ。自分結構コーネリアス好きなんで、うん、ちょっとそのセンシュアスのあたりも、そう、あのサウンドコラージュ的な感じあるね。なんか自転車の出るのとかだったりとか、うんうんうん、
あの音をパーツとして使ってるって感じするもんね。やっぱ小林も音楽的にまとめられてるんですよ。そう、あのそうそうそう、にとどめないで、そう、あの一応コード感があるんでね。そうです、うん、という感じの2034で、こっからですね、これエレクトロで第1章と捉える、これニコイチの曲で、これもう、まあ、実際曲もつながってるんですが、日本、ね、2曲目の日本海ですね。1曲目とまあニコイチですね。この日本海っていうのはまさにこのジャケットの絵の、海が日本海でして、まあ、この桟橋が日本海に面しているので、まあ、まあ寒々しい曲ですよね。うん、そう、あのエレクトリック演歌ですよね。未来の演歌、未来の演歌、ほんとほんと、うん、そうそうそう、エレクトロに和風の歌詞のギャップが相まって、で、とどめはナウナウっていう歌詞ですね。そうですね、ほんとにあのツイッターとかがこのころころ盛り上がっていた2014年ぐらいの頃で、まあまあナウナウって言ってるのはまあリア充の歌って感じですかね。リア充そうそう、まあこれも打ち込みで、シンセサイザーの音とかをまあ前面に押し出した。だから日本海っていう曲名で、なんかもうね、歌詞も純和風なのに、曲調は、まあ、なんていうか鬼気迫るようなエレクトロっていうので、まあやっぱギャップがよく効いてるなってところですね。そうですね、うん、でも歌詞にロシアとか、ああそうそうそう、やっぱ日本海なんでね、世界的な広がりをちょっと感じ、うん、そうそう、向こうに見えるはロシアって感じですね。で、まあこの、日本海っていう曲で、まあ日本海の桟橋から世界に出航していくんですね、このアルバムは。まず、うん、で、出航していくに際しまして、この3曲目がですね、エキゾチックゾーンに入っていくんですけど、私の中で浜辺にて、浜辺にてっていう曲がありまして、これシタールが、イントロで使われてますね。これエレクトリックシタールですね。そうそう、インドっぽいというか。そうそうそう。なんでもう出航の曲で、まあ、カモメ飛んで行けとか、ね。なので、ですね。まあ、カモメの声とかも入ってる。これもシンセサイザーの合成の音なんで。そうですね。日本海が波の音で終わって。そう。で、浜辺にては。そうそうそう。で、まあ、これ、もう、この日本海と浜辺にてに、で、置いて、この出航していって、世界を回っていくよっていう流れの曲になってますね。うん。もうちょっと不穏な感じするんですよね。リリリリンティンっていう感じで始まってね。ほんとそうっす。不穏な空気が。そう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 。ありますね。そうなんですね。という感じでですね。まあまあ、この曲も、スルメソングで、聴けば聴くほど良くなっていくっていう感じですね。で、今度はですね、この船旅は何だったのかっていうとね、実は新婚旅行だったっていうロックンロールハネムーンが4曲目に入りますね。うん。まあ、3人体制になって初のシングルだったんですね、このロックンロールハネムーンっていうのは。そう。そう。で、アンテナの曲に入っ、アルバム入ってた、その、あのロックンロールとは全く関係ないロックンロールなんだよね。そうっす、特に関係はない。そうそう。で、あの、ジャケット、シングルのジャケットに3人の顔のターバン巻いたイラストがあるんですけど、これちょっと意味がよく、意味不明これ誰が描いたんだろうね。あれじゃないよね、あのマンマンちゃんとか描いてる、あのウィスットポンニミットさんではないですよね、多分ね。ちょっとわかんない。そう、これこの彼が絵描いてる時はあれだから、あの上海ガニ食べたいの時だから、ああ、だからこれ違うんだよ、誰が描いてるのかちょっとわかんない。そう、まあ非常にポジティブな曲なんだけど、ちょっと不穏な感じもする、まあちょっと不安な感じもするっていうのが、ね、見え隠れするような曲調なのね、うん、これあのアナログ版にはさ、あれなんだよね、豆腐ビーツのリミックスバージョンが入ってるっていうね。おお、そう、そうそう、あの豆腐ビーツもね、結構岸田茂と親交があるっていうね。まあ関西つながりなのか分かりませんけど、という感じでね、まあシングル曲なんですが、まあそんな感じですかね。で、エキゾチックゾーンの、続いてはですね、5曲目のリバティ&グラビティ、これ出ましたね。これは強烈な、これは強烈ですね。これ
これなんかウィーンのホテルで、あのギターのみで、あの素っ裸で書いた曲らしいんですよ。岸田さんが一人で。なぜ素っ裸なんだっていうところなんですけど。これ、あの、母親に、あの、岸田さんが、あの、岸田さんの母親にこれ聞かせたら、変な曲って一言言われてしまったっていうね。まあ、誰が聞いても変な曲なんですが。これ、まあ、プログレですよね。プログレッシブロックですね。あの、曲調が目まぐるしく変わっていて。まあ、これ、この片鱗っていうのは、その前のアルバムのクラブリアクターフューチャーにも現れてて、曲調がガラッと変わるでしょ、曲の中で。そうですね。うん、うん。そういった感じで、まあ、まさにこの万博博覧会のような、まあ、本当に音の、なんだ、音楽の幕の内弁当みたいな、なんかそんな感じですよね。なんつうんだろうね、宝箱のような、まあ、曲っすよね。そう。でも、まあ、結構後半になると、こう雄大な展開になるじゃないですか。ね、Oh my soul, oh you are soul ってなってね、あの辺なんかはちょっと、あのくるりの真骨頂って感じしますね、うん、でなんかもうね、この曲最初みんななんかなんじゃこらってなったんだけど、もう今となってはあのリバティアのグラビティって言っても、もうなんならリバグラって言われていて、ファンの中ではもうなんか定番になってしまって慣れてしまったんですよね。みんな鳴らされてしまったっていうね、リバグラなんて言われちゃってね。そうそう、そうそう、私の親戚もですね、最初なんじゃこらと思ったんだけどね、だんだん慣れてきちゃったって言ってたもんね。慣れてくることによって聴けるようになる曲ってちょっとなかなか難しいところがありますよね。いいなって、もうだんだん良くなるじゃなくて、だんだん慣れてきたっていうね。だからしつこくライブとかでもやってたからね。結構聴きましたね。うん。そうそうそう。労働参加。ああ、そう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 。これ結構、あれなんだよね。プロレタリアート的であるっていうところがあるよね。うん。酔いと負けの歌的な感じ。いや、そう、酔いと負けの歌的なところはあるし、まあ、その、博士が大失敗するっていう話。まあ、そういう感じの、まあ、ちょっと、この曲、このアルバムの中では結構メインとなる曲ですね。でそうな結構最初の頃好きでした、ね、うん、ああちょっともうね変な曲だなと思ってたね、やっぱね、あの楽団あんまりそうしたそう楽団くるりの本領発揮したなって感じがしましたね。で今度打って変わって6曲目になると、このシャボンガボンボンですね、これがですね、あのチリペッパーヤポネスの声の BPM っていうことで、まあこういったあっという間に終わるメタル調というかハードロック調のメタル調ですね。メタル調だよね。あのコード展開もメタル調だったよね。でここでもナナウナナウナウって言っちゃってるっていうね。ああ。うん。もう本当ナウにかぶれてる頃の岸田さんですね。そうそう。リバティアのグラビティポン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 って言ってたのは、うん、シャボンがボンボンとポンポンとボンボンって。ああこれで、ね、インフンでるんだねこれね。なんか繋がりがあって、ね、いろいろ繋がってるの、本当チェリブッパーヤポネスの、まあ、アンサーソングみたいなところもあるし、うん、まあまあほらサクッと終わるライブ向けの曲だしね、で歌詞がちゃんと海の方とか、そう泡ができたら消えていくので、やっぱりそうなんですよ、やっぱ どっかにこう、そうか、あのしあなんていうかこの繋がりがあるんだよね、そうなんですよ、そうあのオルガンのねキーボードソロ熱いんですよね、ハモンドオルガンのね、これ誰が弾いてんだろう、これも堀江さんが入ってるのかな、ちょっと分かんないけど、っていうね激アツの展開ですね。で今度はね急にまたね、ですね、今度はあのくるりが誇る、はい来ました、王道くるりの真骨頂コーナーっていうことでラブレスが始まるんですよ。これはもうドストレートね。ドストレートっすね。これストライク。これだってまああれですよ、チオビタですからね、やっぱりね、チオビタ枠、チオビタ枠なんで、やっぱアルバムにこういう曲は入れなきゃいけないっていうことで、まああの OAO とかグローリーデイズとか、まあそういった系譜ですよね、壮大な、まあね、あのロックンロールとかその辺もそうだけど、まあくるりのお手本のような曲、まあみんなくるりって言ったらこういう感じの曲、これこれっていう曲ですよね、そうですね、うん、こういう曲を聴きたくてくるりをみんな待ってるっていう感じっていうね、うん、まあこの曲はトランペットめちゃくちゃ合いますね、ああそうですね、うん、そう、まあ曲によってはこれトランペットいるかっていうのがあるんですが、この曲はトランペットよく合いましたね、
まあ、悩みは尽きないな、でもそれくらいの方が君の気持ちがね、分かるんだみたいな感じで、まあ、うん、いいこと言ってますよね。そうそう、愛はどこでも消えない気持ち。ああそうっすね。消えていくものといろいろ歌うんですけど、うん、消えないものとして愛と魂とかっていうものを捉えているんだ。いやー、いいこと言ってるね。まあのね、本当本心は分かりませんけど。まあ、ラブレスは本当にいい曲ですね。いい曲ですね。で、この流れで畳みかけるように、このままアルバム終わってもいいんじゃないかっていうぐらいの流れで、Remember Me が8曲目に入ってくるんですね。確かに、そうですね。そう。ここでなんか、そうなんですよ。で、大ダウンを迎えていいんじゃないかっていうところあるんですけど。リメンバーミーは本当マジで、あのファミリーヒストリー一択のこれしか出てこない感想ですね。もう NHK のファミリーヒストリーはもうこれに尽きるっていうところで、まあ、オアシスのあの、フォットエバーと同じ展開ですね。うん。あの、チャッチャーラッチャーラっていうストリングスが入ってくるのはもう、あの、あれと一緒ですね。フォットエバーと同じですね。そうです。で、ファミリーヒストリーの曲なんですけど、まあ、実際、岸田茂のファミリーヒストリーやったんですよね。そう。私、まあ、録画してみましたが、なんか、ちゃんとね、ちゃんと調べてて、この岸田茂さんの実家っていうのは、もう昔、割と名門で、あの、もともと仏具屋やってたらしいんでね。京都で。仏具屋やってて、あの財を成したんだけど、ヒーリーチャーかなんかが、なんか、ボンボン、なんか、破天荒で、なんか、急にパン屋始めるっつって、なんか、パン始めたりとかして。っていうなんだけど、まあちょっとやっぱ家柄はちゃんとしてる、まあ商家の家でちゃんとしてるんで、もうお父さんは広告代理店のお勤めだらしいですよ、岸田さん。なんでちゃんとした教育を受けて、ちゃんと立命館の、まあ、中等部から入ってったっていう感じですね。という感じで、まあそういった家の、あの家の事情を勝手に NHK にやってくれたんで、よかったなって感じですね。で、この岸田さんの名前っていうのは、その京都のどっかの町のね、あの、ロジカなんかのね、岸田なんとかっていうのかな、地名にあってなって。そんぐらい、そんぐらいなんか、なんかもう地元では結構有名なお家だったらしいですね。そんなに。それもファミリーヒストリーでやってた、それも。そう、という感じで、このリメンバーミーはもう完全にファミリーヒストリーに引っ張られた曲っていうか、そのためにまあ作ったんでしょうけど。歌詞も、遠く離れた場所であっても、ほら、近くにいるような景色っていう。これですね。この歌詞が、ノワリスっていうんですよね。18世紀後半のドイツの詩人の人がいるんですけど、この人が、哲学とは教習であるって言ったんですよ。それが、20世紀のハイデガーっていう人が解説して、つまりそれは、どこに行っても家にいる時のようにいたい。でも分かるね。その感じ、その感覚分かるよね。なんか分かりやすい。分かる。その感じ分かるんだよね。やっぱ、もう、割とこう、地方から出てきて、東京とかで勝負してる人っていう人は、割とさらに強く感じるのかもしれないね。やっぱね。なんかそういう感じを思い出しますね。そうね。そうそうそう。ただ、あなたのが関東生まれ、関東育ち、実家もずっと出ていなかったのに、それでもそんなに なぜかノスタルジックを感じるっていうんだから、相当な感性ですね。めっちゃ家にいたいです。もう横浜から出ないでよろしい。うんうん。なるほどね。いや、いいこと言ったら、もうすごいためになりました、今の話ね。そういうところね、さすが、くるめしぶっ込んでくるからさすがっすね。ね、ありがとうございます。こういったね話を聞かせていただいて、またよろしくお願いします。で、このクルリの中盤の、バラードゾーンから一旦抜け出して、このまたちょっと世界気候に戻って、今度ヨーロッパ編になるんですよね。そうですね。ここでまた、そうで、これはですね、次あの9曲目は遥かなるリスボンですね。これはまあファド音楽っていうんですかね、ポルトガル民謡歌謡っていうんですかね、で三拍子の曲でっていうのを、それを取り入れてるっていう感じで、まあでも、どうなんだろうね、リスボン行ったことあるのかないのか分かんないですけど、そういう感じですね。こっからも本当、また海があって、そう、海なんです、やっぱり海なんですよ。
ね。海のイメージもガツって感じですよね。そうそう、船に乗ってるイメージあるもんね。今日なんかもう私あのジョギングしながらちょっとこのザピアあの復習しながらジョギングしてたんですけど、この遥かなるリスモンっていうのはあまりにも自然に始まって自然に終わっていくんで、なんかもう今何の曲だったっけって思ったんですね走りながら今朝思ったですね、っていう感じで、ヨーロッパ編は次は10曲目のブローズ&バターっていう曲なんです。これもおしゃれですね。これもいいっすよ。これはあのブローズっていうのはまあオートミールのことらしいんですわ。らしいっす。全然知らなかった。ね、そう。で、してましたスコットランドのまあ食べ物っていうことで。うん。まあ多国籍化を出すためにちょっと無理やり作ったんじゃないかって気がしますけどね。地球感を出して。そう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 。地球感出すためにこのね、なんかいろいろとこのエキゾチックゾーン行ったら今度ヨーロッパやろってなって、じゃあヨーロッパでじゃあ何だろうっつったら、まあじゃあこの辺で行っとくかっていうので、スコットランド的な感じで行ったっていう、まあ、バグパイプ的ななんかちょっと雰囲気もあるし、うん、見事に成功してますね。まんまとやられちゃいます。そうですね、まあ、この辺でちょっとテンポを上げていくんでいい感じですよね。うん、でちょっとファンキーだなという感じで、ブローズ&バターが出て、11曲目がこれ、まあ、出ました。社長の曲です。出ましたね。いいですね。社長の曲が出ましたね。待ってました。雨模様ですね。雨模様。これはもうね、やっぱり佐藤さん、佐藤正史さんの作詞作曲ということで、まあやっぱりもうご多分に漏れず、ベースやってますね。いや、これめちゃくちゃいい曲ですね。ベースかなりやってますね。で、あれ、まあ、ランバダですよね。ランバダですよ。南米のランバダの、あのような、あの、なんていうか、こう、浮遊感を感じますよね。浮遊感、すごいっす。すごいすごい。ほんと、ほんと、ディー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 っていうベースがもうランバダなんですよ。そう。ヨーロッパというか、まあ、ランバダ、うん、まあ、ラテン系っすね。ラテンですね、これ。ということで、このヨーロッパ編っていうのは11曲まで続きまして、ただこれあれなんですね、音は外国っぽいんですけど、うん、日本の歌なんですね、完全に。そう、これが雨模様だからね、梅雨の歌なんですね。そう、これがね、このやっぱギャップなんだよね。そう、私ね、これあの歴代のね、佐藤正史の作詞作曲の来る曲を全部まとめてプレイリストにしたいなと思うんですよ。ああ、確かに。で、佐藤正史のアルバム勝手に作ろうかなみたいなところありますよ。なんでやってなかったの。そう、だからあの Spotify のプレイリストをまとめてそれ公開してちょっとやってみようかなって感じしますよ。そう。まあそういったちょっと。でもこの、やっぱ雨のイメージってのは流れて海へ繋がるっていう、そういう。そうだね。スケールも感じます、ね。うん、感じる感じる。やっぱり海なんだよね。うん。うん、そうです。まあ、雨模様、やっぱりやってるなっていう感じで、続きましてですね。12曲目は、これちょっとね、問題なんですよ。最後のメリークリスマス。問題ですか？問題なんですよね。これはですね、まあ、タイトル的にはまあ、ビーズのいつかのメリークリスマスみたいなノリなんですけど、ちょっとノリが違いまして。これ、あれなんですよね、そのいつかのメリークリスマスと、松本人志作詞のあのチキンライスの間ぐらいの曲なんですよね。あー。そんな感じするんですよ。っていうのも、これもともとクリスマスソング書いてみないかってスタッフに言われて、外注で外圧あって作ってる曲なんで、無理やりなんですよ。あだから自発的に染み出てきた感じじゃなくて、もうこんな感じで作ればいいやろって感じがするんすよね。やっつけな感じするんすよ。まあでも、海のアルバムだけど、ヤッホー的な海ではなくて、うん、こっちの海じゃない。そうそうそう、切ないんすよ。この最後のメリークリスマスもクリスマスソングだけど、そっち側じゃなくて、これはもう自分としてはあれです。キリスト教以前の当時のお祭りとしてのクリスマス。いやー、そう、そこまでいっちゃいますか。すげえ掘るね。もうメリークリスマス、これハッピーニューイヤー。そう、確かにハッピーニューイヤー。日本の旧暦だったらこうハッピーニューイヤーって1月1日っていうのは春の始まり、うん、当時から繋がってくる。
まあ、このでもメリークリスマス&ハッピーニューイヤーっていうのは、あの小野横とジョン・レノンの、ね、クリスマスの曲でも言ってるので、外国ではそう、そういうことなんですよね、うん、言ってるんでしょうね。そうでもこれあれなんですよね、その意識して書いたらしいんだけど、まあ、その昭和の日本の年末の風景っていうのを意識して書いたらしいね。あれそんな感じします、ね、そうなんか慌ただしい街が慌ただしくって、なんかちょっとクリスマスっていうのはちょっと馴染みがないけど、なんかちょっと やってみようかっていう感じになったりっていうのがあって、でもまあその昭和の感じがこのチキンライス風味がやっぱ出てくるんだなって感じするんですよね。ああ、うん、この辺がねかぶさってるなっていうのがして、まあでも結局ね、あの作れよって言われて作ったんでね、もう本当に真夏にね、あのそれこそこのあの宮津のね、岸田さんの、ね、スタジオ部屋で、あの扇風機2台回して汗かきながら作ったらしいんでねもう無理やりですよマジで、うん、で、南相馬市と相馬市で PV のロケしたんですねこれね、うん、で、まあこれ前にも言ったけど、まあ、森田ミュージック主導でその地元の障害者の皆様の雇用拡大みたいな感じでこの缶バッジ作ってもらって販売したりとかしてっていうので、ちょっとチャリティー的なチャリティーソング的な要素もあるんでね、うん、であれじゃないですか、この大工のね歓喜の歌が最後のリフで流れるでしょ。ああそうです ね、まあ、この辺とかが、まあ、うまいこと重なって、まあ、最終的に着地点としては良かったなっていう感じしますよね。最後そうそう、これシングルなんかピザのボックスみたいなシングルで出たでしょ。ああそうですね。であの膝掛けついてんでね、はい、あの暖かくしやーっつってシゲルがあね暖かくしてねーやーっつっていう感じで、ね、うん、そうですね。その膝掛けにしたらちょっと小さかったんですけどっていうね、フリースのやつがありましたね。ですね、12曲目はこんな感じですか。自分としてはもうこの12曲目やって、うん、13曲目の命名これがもうアルバムの終わりを告げる曲。まあそうだね、この命名で最後羊が鳴くじゃないですか、うん、これがもうまさにビーチボーイズのレッドサンズで、ああそう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 、わかるわかるでもこれあれなんですよ、踏切を渡る列車の音はここではもうではなく、うん、羊の鳴き声を死ぬところなんですそうそうなんですよ。これまあちょっと13曲目の話に行きますけど、メイメイっていう曲はですね、あのまあ種を明かすと、このファンファンがガレージバンドで適当に作った曲なんですよね適当にそうです。あのガレージバンドってあの Mac のに標準でついてる、まあ、シーケンスソフトっていうんですかね。なんですけど、なんですけど、そうなんですよそう、なんか曲作れやって言われて適当でやったらこんなんできちゃいましたって、ヒューポンヒューポンってやって作ったっていうので、めいめいっていうのなんかその辺のなんか素材を切り張りしただけっていうやつらしいですそうなんですよね。そうやってね、深読みするととってもいい感じになるんですけど、まあ実際はそうだしっていうですね、っていう、まあ、ジングルみたいな曲があって、最後の、まあ、もうどっちかって言ってもこのアルバムってこれで終わって、この The Eyes Always Light はこれはボーナストラックですよね。お、クリスマスプレゼントですね。あ、これはもう本当マジで最高です。もうアルバム終わっても最後に残してくれたものすごい曲、そうものすごい曲をぶっ込んできて最後におまけにしてはちょっと比重が大きすぎるんじゃないかっていうこの曲ほんとマジめちゃくちゃ良くて、いやこれはほんとほんと涙が出るほどいい曲なんですよ。力強いというか、うん、あのグローリーデイズに匹敵する良さですね。ほんとそうです、うん、もうほんとに涙が出てくるような曲なんですが、まあしかしですね、この一番盛り上がるところでこのトランペットが入ると急にアルフィーの曲みたいになっちゃうんですよね。そうなんですよ、これねアルフィーかって感じがして、急にこう昭和のね匂いがするんですよね。ああ、
別にそれが残念とは言ってなくて、いいんだけど、いいんだけど、アルフィーだなって、うん、そうそうそう、それだけもうインパクトがあるんだよね、ファンファントランペットってね。ということで、私はもうこの曲は手放しで最高ですね、大好きな曲、すごい人生参加、うん、で、このアルバムって初回特典で300ページ超えの楽譜集がついてるんですよね。ああ、ありました ね。これあなたあれだったよね、一時あのリビングにこう飾ってたよね。飾ってたんだ、そうだ、遊び行ったらですね、ギターのなんか近くに置いてあってね、お、これこれを見ながらこれ弾くんだこのアルバムをと思ったんですけど、まるでそういう感じにしてるみたいそうですね、あのギブソンレスポールで弾くのかなと思いましたけど今あのギブソンレスポールはどこにあるんですか。いやー本当にね、あの身の危険を感じるのでそうやった方がいいと思います。そうですね。という感じですね。全14曲ですね。2014年のくるりのザ・ピアっていう、あ、こうそうなんですよ。これこのアルバムって曲順を考えるのに、まあ元ロッキンオンジャパンとかスヌーザーのね編集長やってた田中総一郎さん。田中さん と、佐藤正史さんで、曲順考えたらしいですよ。あ、そうなんですか。そう、これ夜中にね、佐藤正史から田中にね連絡があってね、田中さんちょっと曲順をちょっと考えたいんですけど、ちょっと手伝ってもらっていいですかって言われて、じゃあ分かったよっつって、これいいんじゃねっていろいろや、あの田中勝手に曲順考えたらしいんだけど、いやこれだとちょっとあの曲のあのキーが次の曲と合ってないんでみたいな感じで、そういったなんかその指摘が入ったりとかして、そういうところまで考えて作ってんだよっていうのを田中さんが言ってました。っていうのを最後に付け加えたいですかねっていう。そうですね。この辺の話は多分ネットに上がってない話なんで、私あのポッドキャストとかで聞いた話を覚えてたっていうことなんですね。ああ、そうなんですね。そうそうそう。そういったこともあってっていう。曲順考えるって相当ですね。そうなんですよ。だからまあ制作側もそうそうそう、だからまああれなんですよね、やっぱりこうあれなんだよね、結局そのロッキンオンジャパンとかああいったムジカとかああいった圧には耐えられないですよ、あの人たちないと売り出してもらえないから、うん、っていうのもあって、まあ頼っていくと喜ばれるしっていうのもあるんでしょう、少なからずね、という感じがありました。まああれですよ、電気グルーヴも野田勤むとズボズボなんでっていうね、そういった非表紙の有力者の、まあ、傀儡に なりがちな側面があるっていう、ちょっと日本音楽業界の闇をちょっとお話しして闇を垣間見てこのアルバムの締めとさせていただきたいなと思いますね。はい、はい、というわけでくるりのザ・ピアの2014年のアルバムについて、くるめしと思い出話をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。